コンピュータでの演算で、マスクとは、ビット演算と呼ぶビット単位の操作を行う処理である。ビットマスクとも、マスクを使用すると、バイト、ニブル、ワードなどの複数のビットを注目するビットを操作し、それ以外のビットを操作対象外として覆うことから、顔の口に当てる、マスクなどのように、マスクと呼ぶ。むしろそのように、使用すると何かができるということよりも、 使用しなければならないという場合の方が多い。一般に、ほとんどのコンピュータの命令セットは、レジスタの一部のビットのみ、あるいはメモリの一部のビットのみを操作するというような命令を持たない。したがって、レジスタやメモリ中の一部のビットのみを操作したいという場合は、ビットマスクで論理ビット演算を行わねばならないので、ある。メモリが対象の場合は、さらに、 リードモディファイライトが必要な場合も多い。特定のビットだけをオンにするには、ビット単位の OR 演算を行う。YOR1 イコール1であり、YOR0 イコール Y となる OR のビット演算となる。したがって、ビットを確実にオンにするには、1との OR を行えばよい。変更を加えないビット1では、0との OR を行う。 LSB から4番目のビットをオンにする11110111101マスクされる2バイト o r 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0零マスクする2バイトイコール1 1 1 1 0 1 1 1千0 1マスクされた結果 OR 演算ではオンのビットをオフにすることはできないその場合はビット単位の AND を使う1との AND を行うと 値は単に元のままとなるので、y&1 イコール y である。しかし、0とのを行うと、必ず0になり y&0 イコール0である。変更しないビット位置では、1とのを行えばよい。例、LSB から4番目のビットをオフにする11 1 11 0 1万1 1 1 1 1万1 1マスクされる2バイト。11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1万111、11111、111111、1111、 マスクする2バイト、イコール1110111101マスクされた結果、ビットマスクを使うと、特定のビットに注目して、取り出しその状態を調べることができる。そのためには、ビット単位のを行って、対象の特定ビット以外の状態に関わらずすべて、オフにすればよいので、上述したように対象外のビット位置は0とのに、すればよい。 こうして得られた値を例と比較し、等しければ、そのビットはオフとわかるし、等しくなければオンだとわかる。この時具体的に、どういう値かを考慮する必要はなく、単に例かどうかだけで、判断できる。例、LSB から4番目のビットの状態を調べる11 1 1 1 1 1 1 1 1 1マスクされる2バイト、&0000100001000 000 000 000 000 000、 注目するビットのみ1とした、マスクする2バイト。イコール0 00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0マスクされた結果。ここまでは、ビットをオンにする方法と、オフにする方法を解説してきたが、両方を同時に行うにはどうすればよいだろうか。元の値がどうであろうと問題ではなく、単に、ビット列を反転させたい場合もある。この場合、X ア演算を使う。X、R、は、 演算対象の相互のビットのうちいずれかのビットのみが1の場合に1を返す。つまり2つのビットが共に1なら例を返す。また両方が例なら例を返す。結果として対象とする相互のビットの状態が以前から反転した異なる状態に変えることができる。したがって反転させたいビット列についてすべて1とのビット単位のエクスラを行えば、 元のビット列を反転したビット列が得られる。元のビットが1なら1 x i 1イコール0となるし、元のビットが0なら0 x i 1イコール1となる。例、すべてのビットを反転する11110111101、反転前の2バイト。x r 1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  イコール0110010011010 00反転された結果 C 言語のようなプログラミング言語ではビットマスクは関数のブーリアン型の引数を一連の名前付きの値として渡すのに使える例えばグラフィックス API であるオパングルにはグレックリアというコマンドがあるこれは画面や他のバッファをクリアするもので4つのバッファをクリアできるので これらを指定するのに、ブーリアン型の引数を4つ使った API が考えられる。すると、その呼び出しは次のようになる。グレックリア、実際のグレックリアとは異なる。これでは、可読性が低く、何をしたいのかわかりにくい。そこで実際には特定ビット位置をオンにした、ビットマスクに、GL カラーバッファービット、GL デプスバッファービット、GL アカムバッファービット、 gl ステンシルバッファービットと名前を付け、グレックリアを次のように宣言している。ボイドグレックリア。すると、この関数の呼び出しは次のようになる。グレックリア。このような引数を持つ関数の内部では、個々のビットを取り出すのに、アンド演算を行っている。例えば、グレックリアの実装は次のようになる。ボイドグレックリア。if、カラーバッファーをクリア。if、 デプスバッファをクリア。if、アキュムレーションバッファをクリア。if、ステンシルバッファをクリア。この手法の利点は、引数の個数を削減することでオーバーヘッドを削減できる点である。データとして受け渡しできる最小単位は1バイトなので、それぞれの操作を別々の引数で受け渡すと、引数あたり7ビットが無駄となり、 余分なスタック領域を占有することになる。実際には引数は32ビットの整数であることが多く、その場合は32個のオプションを一つの引数で指定できる。しかし、この手法を単純に実装すると型安全ではなくなる。クレビットフィールドは単純にアンサインド INT で定義されているので、コンパイラは グレックリアやグレックリアといった無意味な呼び出しがあってもエラーを検出できない。C ではグレックリアが受け取る引数群をクラスとしてカプセル化でき型安全性を保証できる。常用を求める計算はビット演算より一般的に低速である。方がにのべきの時は単純に N から1でビットマスクを取るだけでよい。例、13モット4イコール1。 1 1 0 1 0 0 1 1イコール0001実用上の例ではハッシュテーブルのためのハッシュ関数が挙げられるハッシュ関数には大きな定義域の関数がよく使われるがハッシュ値からハッシュテーブルのインデックスを得るには合同式の操作を行って配列のサイズに収まるようにする必要がある配列のサイズを2のべきにしておけばこの常用演算を高速化できる IP アドレスのマスクは、IPA-CL で許可されるものと拒否されるものを指定するのに使われる。インターフェース上の IP アドレスを設定するマスクは、先頭が255で、左側の方が大きい値になる。例えば、IP アドレス209.165,202.129に対して255.255,255.224というマスクが対応する。IP ACL のマスクは、その逆で、例えば0.0、0.255となる。これを逆マスクあるいはワイルドカードマスクと呼ぶこともある。このマスク値をバイナリで表すと、アドレスのビット列のうちどの部分を処理するかが示されている。0となっているビット1のアドレスビットは考慮され、1となっているビット1のアドレスビットは考慮しない。マスクの例。 ネットワークアドレス10.11.0マスク0.00.255ネットワークアドレス10 10. 00 1 0 0零1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0マスク0 00 0 0 0 0 0 0 0零点1 1 1 1 1 1 1 1バイナリ形式のマスクを見ると先頭3オクテットは指定されたバイナリ形式のネットワークアドレスと正確に一致しなければならない 最後尾に、オクテットは考慮する必要はない。したがって、10.11で始まるアドレスの全トラフィックを対象とし、最後尾のオクテットは考慮しない。つまり、このマスクでは10.11.1から10.11.255までのアドレスを処理する。255.255、255.255から通常のマスクを引き算すると、 ACL 用逆マスクが得られる。例えば、ネットワークアドレス172.16-1.0の通常のマスクが255.255-255.0の場合、逆マスクは次のように求められる。255.255-255.255から255.255-255.0イコール0.0-0.255 アドレス0.0,0.0で逆マスクが255.255、255.255なら、アドレス範囲を指定しないことを示している。アドレス10.1,1.2で逆マスクが0.0,0.0なら、唯一のホスト10.1,1.2だけを指す。スプライトとマスクのビットマップ画像を最も、マスクらしく、またその意味が、視覚的にわかりやすい応用である。 コンピュータグラフィックスにおいて、ある画像を何らかの背景画像の上に配置したい場合、背景画像を透過させる領域をマスクで指定する。この場合、配置対象の画像には2つのビットマップが存在する。画像内の描画しないピクセルに対応するビットをすべて0にしたものと、描画する部分のピクセルをすべて0とし、描画しない部分をすべて1にしたマスクである。 渦の例で黒いピクセルは全ビットが0で白のピクセルは全ビットが1であるこのような画像を背景画像上に配置する場合まず画面上のピクセルと画像マスクをビット単位の操作で合成するすると透明部分は背景がそのまま残り画像を描画したい部分だけが0でクリアされる次に実際の画像と 背景画像をビット単位の OR 操作で合成する。こうすると画像のピクセル列は前の操作で背景が消された領域にぴったりとはまる。このようにして背景と画像を合成する。このような技法はポインティングデバイスのカーソルの描画、二次元のゲームのキャラクターなどの描画、GUI でのアイコンの描画、動画への文字の表示といった各種画像合成に使われている。 同様の目的の技術として、カラーパレットに透明色を設ける手法や、アルファチャンネルを用いる手法があり、その場合は、ピクセル画像のビットマスクは不要である。ありがとうございます。